まずは何ね、1枚目。はい、では次のチーム、みなと若畑ジュニアさんの紹介を読み上げさせていただきます。地元父崎の父崎みなと引き山祭りをテーマにした演舞をお届けいたします。実際のお祭りでも披露される秋田音頭をぜひご覧ください。結成21年目を迎えた私たちは伝統を守りつつ、ここから新たな1年目をスタートしますとコメントいただいております。それではみなと若畑ジュニアの皆さん、お願いいたします。こんにちは、みなと若畑ジュニアです。私たちは今年で結成21周年を迎えました。これまでも伝統を受け継いできた20年、そして今年は辰一の年です。この八幡市秋田祭りと同じように、私たちは新しい未来を作っていきます。この会場にたくさんの笑顔が咲き起こりますように、元気いっぱい演舞します。また私たちの踊りのテーマになっている地元秩崎の秩崎みなと引き山祭りが来月7月20日21日に開催されます。ぜひ秩崎にも遊びに来てください。